パッペ大丈夫か。よし大丈夫。で小足を曲げます。で小足を曲げます。オッケーですね。うーっ、怖い。よし。そういえば今回のこのクエなんか出る前はデカオーガとか聞いてたんですけど、どっちかっていうとデカというよりはランディープ的な、なんか体力バカみたいな、そういう感じらしいですね。あのなんかデカオーガデカオーガって聞いてたんで、めっちゃ大きいオーガとか来るんかしらと思ったんですけど、多分銀冠なのかな、わかんないけど、とりあえず一回クリアしたんですけど、冠見るの忘れたんで、金冠か銀冠か忘れましたけど、よし。そろそろ落とし穴に一回いけるかな。はい。完全にあれですね、ランディープの陣王画版みたいな感じですね。おお、なんか美味しかった色で、落とし穴にかかっていただいて、まあ、2回目ですけど疲労中なんで10秒ぐらいはあるでしょう。で落とし穴が終わったらチャチャの大砲が当たるかどうかってあたりですね。で前回は、まあ、ガウントトスを結構有意義だった。あ、移動かな、しまった。まあ、いや、カヤンバにはちょっと尊い犠牲になってもらいましょう。はい。でですね、移動本当に多いな。前回は、まあ、相手がガウントトス大だったので、すごい事故が怖いってことで、オトモタゲの攻撃に被弾するっていうのがものすごくあったわけですね。最初は連れてって、まさか移動じゃないよな。そんなことは選択肢にないよな、絶対。あ、あそこにご飯があるんですね。全然知らなかったです。ご飯中の頭に狙うような腕はないので、足に当てる腕もありませんでしたね。はい。でですね、連れてきてなかったんですけど、基本的にはなかなか今回音もいいですよね。まずね、こう一緒にいてくれるってだけでもこう心強いものがありますけれども、意外とこうお面でまず選べるっていうのが、もともとですね、いろいろ選べてもいいんですけど、その猫ちゃんとかだと雇った瞬間にある程度方向性が決定したりしてたじゃないですか。猫に溜まってる場合じゃない。そこをこう固定キャラクターみたいな感じでした代わりに、まあ名前つけたりできませんけど、これハニメンか、ハニメンじゃない。その代わりあれですよね、こうお面をちょろっと付け替えるだけで、いろいろと変えれると。5人にか、まあ、その代わりお面に熟練度があるんで、まあ、似たようなことかもしれませんけど、猫を育て直すのも面の熟練度を上げるのも、まあ、いろいろと使いやすいと思いますね。よし、横にいるのか、ちょっと今危なかったですね。うお、なんかスコープになった。よいしょ、性能様様です。正直性能なかったらこいつとやり合える気がしないですね。まだ性能あるんで、ああこういうのダメですね。こういうとこでもらっちゃうともうあの運ゲーです。はい、バツボタン連打しててたまたま避けれましたね今の。でこの位置なら、まあ、まず一回にシュッシュッって避けてればよし大丈夫ですね。 OK、当たらないです。おっと、新しい避け方見つけましたね。間欠泉を使って避ける、これが新しい新ジャンルですね。新ジャンル、新感覚か。こういうとこになんか頭行きたいんですけど、いまいち自信がないっていう。前回のガウントとしてはこうバラ巻き系だったんでいいんですけど、まあライトボウガン総じてバラ巻き系なんですけど、ヘビーは結構、エイムがいるってことで、もうちょっと食らおうかな。精神的な、あれですね、
ダメージが大きいですね。あとはこう喋りがおぼつかなくなるっていうのがありますけれども、やっぱり陣容が系はこう、まあやっぱりフレーム回避していくのやばい、上にあるな、怖いです、怖いです、危ないですね。今性能、要性能でしたかね、今のは。こう陣容がなんかフレーム回避を中心にしていく立ち回りになるので、あの長時間だと疲れますね。あのサクッと終われば大変楽しいんですけれども、長時間となると多分これ40分近くは行くんですよね。なので、まあ、なんとか頑張ってはいきたいですね。そういえば、まあ、気を紛らわすわけじゃないですけど、とうとうプロ野球開幕しましたね。まあ、ちょっとモンハンの枠でプロ野球の話はそこまでしてもしょうがないというか、するべきではないと思うので、枠っていうか動画か、まあ、そんなにしませんけど、私とりあえず結論から言うと中日ファンでして、まあ、パーフェクトゲームはならずともですね、ならずともって言っても、まあ7回までしか行ってないんで、そんなこと言ったら広島ファンの方に失礼かもしれないですけど、こう、まあ、とりあえず1勝できたということで、なんか自分から当たりに行ったけどタイミング分かってなかった、やばい、やらかした。これオツあるで、こわ、ちょっと待って、エリア移動できますか。はい。今マジ死んだと思いましたね。ちょっとこれあの出落ちありますね。出落ち、あーちょっと反応したつもりだったんだけどダメか。しかしほんまに出落ち率高いな。これはちょっと制作側は反省してほしいですね。ちょっとざまーみたいな、そういう意地悪な設計はちょっとね、よろしくないので、まあ、作ってね、これ領地食らってるこうユーザーを思い浮かべて僕そういうんでたのかもしれないですけど、ちょっとあまり感心できませんね。よいしょ、何の話か忘れましたね。そう、野球の話ですよ。やっぱり生っ粋の中日ファンなんですけど、やっぱり親の影響を受けますよね。ああいうのはもう刷り込まれてたんですけど、なかなかこう待ちに待ったという感じですね。よし、結構まあ熱いゲームが多くてですね、最初から、あ、ちょっとこうノーノーとか、石川もノーノーとかかかってたんで、まあ、巨人ファンの方とかにとっては、まあ、なんとなくね、歯がゆい一夜になったかもしれないですけど、よいしょ、やばい、遅い、大丈夫か、今がブラックアウト。まあいろいろ楽しみではありますね。まあこれは放送の方でするべき話題ですね。動画とかではちょっとほどほどにしましょうか。まあ、とりあえずあれですね、開幕した上に、まあ、中日が勝ったんで今日は割と機嫌がいいとそういうことですね。はい、まあ、オーガがねちょっとやそっとクソ行動しても、まあ、笑って許せるかなということです。しかし元気ですね。これはもうなんかポカーンって感じです。機動力が違いすぎでしょハンターと。あ、しまった、これ置き攻め、ボツあるで。大丈夫か、ナイス、音もタゲ。これ、ボツあるで。しかし、本当にこれ、回避性能なかったらどうなるんでしょうね。ちょっと怖くて、絶対やりたくないですね。はい、どうか。調合でもしながら。あと、あ、調合終わりましたね。95です。でも30分経ってるんで、
まああと10分ぐらいで終わらないかな。またカヤンバー犠牲になりましたね。よし、ということでどんどん行きましょう。最近ね、テレビ全然見てなかったんですけど、ニコニコやってるとテレビ見ませんよね。ある程度情報も入ってきますし、なんか地震速報とかも入りますから、ニコニコやるとテレビ見なくなると思うんですけど、こうまずテレビのケーブルを抜いてあってですね、当分長いこと抜いてあったんですけど、半年近く。先日甲子園が始まってようやくつけて、でまあプロ野球が始まったのでいざって感じなんですけど、世間的にはどうなんですかね。こう野球とか見ててもテレビ見ないので、なんか AKB 個人的にはもう昔のものだと思ってたんですけど、多分それは僕がテレビを見てないせいであって、テレビを見てればまだイケイケの現役もう売れ売れだと思うんですけど、なんか言葉がおっさんくさいですねだと思うんですけども、ダイブしよう。見てないせいでなんかもう旬終わったんじゃねみたいな、そういう感覚がありまして、今日巨人ヤクルトで国歌を AKB が歌ってたんですね。すごいなんか妙な気分になりましたね。あれまだいたのかみたいな。いや、ファンの方を敵に回してしまったかな、すいません。で横に走ってれば適当に打てれますと。さて、まあやっぱりこの一系が長すぎるせいでなんとなく話もグダグダになっていきますね。前回のガウントトスとかも特にそうですけど、まあ次はちょっと選びたいと思います、クエスト。はい、もうちょっと短いクエで、これも絶対前編後編になってしまうので、まあ1本の動画で収まるようにしたいですね。といっても今回これに来るつもり最初なかったんですけど、ゆくゆくはやるつもりはありましたけど、今回やるつもりはなかったんですけど、違うクエストに行った時にですね、装備ガンシミュ、ガンシミュってありますよね、あれを回しまして、こうカルメル X っていうのを要求されたんですね、装備に。でおう、 OKOK って感じで、まあ虫の銅ですねを要求されまして、でまあじっちゃんのとこに行ってね、素材はないかなと思ったら出てないんですよね、そもそも。であれと思いまして、まあ Google 先生にね、これで落ち件なかったか、まあ、Google 先生の方に、まあアイテム何、素材何ですかって聞いたところ、ピュアアゲハっていうどうも聞いたことのない素材がありまして、あ、さっきこっちで点灯取ったから向こうのが良かったか、しまった、まあいいや。まあ何かと言いますと、フラットハンターっていうの限定の、アイテムらしいですね。まあ、ちっちゃい。いや、さすがにもう1点とは無理か。よいしょ。フラットハンターっていうんですね。で、まあ、有効度はゼロなんですけれども、まあ、フラットハンターぐらい、まあ、10人や20人おるやろうっていうのが、まあ、普通の考え方だと思うんですけど、私フラットハンターの、これがお肉回避、いやそうか、大丈夫か、ゼロでして、フラットハンターも発売して割と間もない時期に一応そのフラット機能をつけて出かけたんですよ、3日ほど。でも帰ってきてやっぱり楽しみで見るじゃないですか。まあその一緒にプレイできるわけじゃないんであれですけど、まあ、せっかくなんで誰かすれ違ったかなみたいな感じで見たらすれ違いませんで、1回とかイオン行ったんですけど、まあそのね、イオンに人が集まるぐらい田舎ですね。これすごい怖いよ、危ない。まあどんなど田舎に住んでるのかという話なんですけれども、ちょっと悲しかったという
経歴がありまして、経歴そんな大層なもんじゃないですね。まあちょっとこうなんていうんですか、あのフラットハンターの素材を要求されてちょっとなえたみたいな、そんな感じですね。はい、でまあ多分皆さんもねそういう経験あると思うんで、ちょっとこう同じ悔しさ、あ、なんか穴から出てきた、移動かな、移動か、さっきからオーガの糸が読めませんが、しまった、大丈夫か、さすが回避性のプラスみたいな、あ、ちょっとすいません、今めっちゃ変な雑音とか入ってたらすいません。回避性のプラス2のなんか偉大さに感動するあまり、ちょっとマイクの位置が確認できてなかったです。いやー、通常に終わってまった。35針にもなってるので、そろそろ終わらせたい。まあ通常3あんま打ちたい球ではないですけれども、まあ、打つしかない。よし、来ましたね。いやー、長かった。でとりあえずですね、なんかすぐ寝るだったっけな、まあモンハン枠ですので最初は当然、あ、しまった、寝かせれんかった。まあいいや、罠にかかった時がお前の最後、まあ、当然出れるわな。だがそこまでだ、その出れもすごい勢いで来るな。お疲れ様です。よし、一応時間でも見ますか。うん、38分ですね。はい、まあなかなかいい体力してますね、羨ましい。ということで、だいたい動画の方針そろそろ固めようと思うんですけど、まあ最初のうちにこうボウガンやら相手モンスターに関してまあペラペラいらんことを喋りまして、まあ本当にあんまり真剣に聞く価値がないので、あ、そんなことを思ってやってるやつもいるんだなみたいな、そんなぐらいに思ってもらえれば、さっきも言いましたけど口調がちょっと説明っぽいんであんまりいいことじゃないと思うんですけど、割ともともとこういう喋り方をするので、まあ、その辺はお気を悪くなさらないようにお願いしたいですね。で、まあその後適当に時間が空いたらまあ好き勝手喋りますけれども、まあ、ほどほどにしようと思います。これモンハン動画なの で生放送とかでしたらモンハンやりながら他のこと喋ってもいいですけど、モンハン動画低迷打ってる以上はある程度モンハンのこと中心にはしていきたいと思いますね。なのでほどほどにちょろっとそういえばぐらいの、そんぐらいにしたいとは思います。ということで、まあ、一通り受け取って、はい、少なすぎやろあ、金冠ですね、1867。なんか見たことあるようなないような、オーガのサードの金冠ってこれだっけ。よし、じゃあこれで第2回終わりたいと思います。長時間のご視聴ありがとうございました。失礼します。